田島清志郎のなんとなく録画ボタンを押して奇跡を待って面白いものを読んでみようシリーズ第1弾です。まあね、まあぶっちゃけ本当は第1307弾くらいなんですよね。今動画本数も全部奇跡を待ってるみたいなところありますんで、髪の毛本当邪魔なんです。今日髪切りに行くんですよね。ここでね、ここで急に髪切ったら面白いですよね。うん、面白いって言ってここで切ってやろうかな。ここでなんかねこうやってやってここで切って、いやそうだね、ちょっとなんか変などっかでさ美容用品店みたいでおばあちゃんがつけるようなカール欲しいよね。うん、ちょっと俺おばあちゃん家って盗んでこようかな。うん、おばあちゃん家で盗むっていうのはもらうと同義ですからねっていうね、クズの思考っていうねいやー本当にねちょっとなんかねやべえなって俺狂気さが足りねえって思って、今狂気さを出していこうっていうシリーズでのモノマネをするっていう用法をね、のモノマネをする戦法っていうのをね生み出したので、早くバズれ、バズって俺に金をくれ、富をくれ、名声をくれ、そしたらお前らを幸せにする。みんながね日々辛いなって思ってることをごまかせるように俺が面白いことするから、早く俺を人気にならせてくれっていうね、なんか言ってることは全然月光守やっていうね、全然月光守やってもうやべえな、キチガイ版ケミオみたいなね、ケミオはキチガイだろうってツッコミするとね、今後ケミオさんと一切のね交流が取れなくなるかもしれないので、そこはねシークレットでお願いしますっていうね、ノンシークレットでうんちぶりぶりということでお願いします。なんかね眠いんじゃないんですよ、昨日俺何時間寝たんだというね、そのね寝た時間がわからないんですよ。うん、だからなんか寝た時間を記憶してくれるマシンが欲しいよね。うん、これねズームするとすごい歯が汚いんですよ。そんなことはおいってね、おいって解いては言わないっていうね、急限止めっていうの、俺急限止めっていいなと思って、なんか最近ツイッターで知ったんですよ。うん、おいってなんか何が止めてんだよお前よ、何お前よね、急限止めって面白いヘッドホンがある、なんかあるでしょ、体言止めじゃないけどあるじゃん。もう知らねえ、俺ここなんか知らねえよバーカっていうね、急に煽ってくる人のモノマネ、おのモノマネをのするおって言っちゃったけどモノマネをする、その声じゃ全然面白くないよね、のモノマネをするっていうね声が痛いんですよ。もうクールポコみたいにね、もうなんだそれ、はぁ、ここってね、あ、鳩サブレが見えちゃうココナッツサブレでしたのモノマネをする、本当にカットインみたいな感じでのモノマネするってやっていきましょう。カットインわからないんで調べていこうと思います。わからないことは調べる、Google 検索をすることによって知識をなくします。うんこうんこ違う、エンターじゃないんだ、何でしたっけ、鼻くそが痛い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 、カットイン、カットインってなんだ、ラグビーサッカーの相手の内側に切れ込んで抜く攻撃技術、アメリカンフットボールである。カットインってそういうことか、最近テレビでクソみたいなあのニュース、日体大みたいなのニュースでカットインしてこいみたいなことを俺が意識的に、潜在的に聞いてしまったがゆえに今カットインしていこうという言葉が出てしまった。テレビ許すマジっていうね、すごいテレビ嫌いな人のモノマネをする、はじめ教授のモノマネをする、のモノマネをする、一島教授のモノマネをする、頭の体と混合大社のモノマネをするっていうね、やっぱやりすぎはね惹かれるだけなんで皆さんもやめましょう。あのね、みんなわかんないかな、すごい汗かいてんだよってね、そんな書いてないですけども、ということでね、今日はね最近はやっぱね動画をね5分以内に、収めていった方がみんな見てくれるんじゃないか作戦、ノルマンティうんちブリブリ作戦でした。うんちブリブリで名誉毀損と、認識されないように願いますとね、日本語ガチャガチャ人間でした。ありがとうございました。のものものをする。